アナムネシスとの決着はついたけど、未来の手がかりは見つからない。第7章歪曲ドラマ剣。心も頭も整理し、悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。心も頭、整理しましょう。誰かの声が聞きたい。うん、レイちゃん。心さん、もしかして寝ていました？ああ、ちょっとな。すみません、かけ直しましょうか？いや、ええよ。うとうとしてただけやから。いつもの元気な心姉さんやなくてごめんな。無理もないです。今までずっとアナムネシスを追っていたんですから。そっか、うちアナムネシス倒したんやね。それやのになんでかな。見る夢はいつもと変わらへん。大学の記念碑の前でアナムネシスに襲われて、うちは無力な学生のままで、またお腹の赤ちゃんを守られへんかった。夢やのに、何十回も見てるのに。心さん、アナムネシスはもういません。きっと時間が解決してくれます。そうやとええけど。ありがとうな、レイちゃん。さすがうちの嫁や。いえ、あの、嫁ではないですよ。嫁といえば、せんちゃんとはまだ連絡つかへんの？あと一応ナナナも。心さんにも同じことを聞こうと思っていました。連絡はまだ何も。あの二人のことやから大丈夫やとは思うけど、さすがに心配やね。勇者や普通の勇気ならいいのですが、気になるのは勇気の姫です。アナムネシスのことやと思ってたけど、別にいてるわけか。はい、危険な勇気が野放しのままです。できるだけ早く天国に戻った方が良さそうやね。心さん、一緒に来てくれるんですか？当然や。確かにうちの目的はアナムネシスを倒すことやったけど、最後までレイちゃんに付き合うよ。可愛い嫁を見捨てるなんてうちにはできへん。全く嫁ではないのですが。でもありがとうございます、心さん。それにな、正直なところ紋章の契約があるから天国とは縁を切られへんよ。悪魔がうちらのことを解放してくれへん限りはな。解放ですか？ないやろうけど。あいつらうちら代行者のことを便利な駒やと思ってるから。本当に駒なんでしょうか？ん？うまく言えないのですが、駒としても見られていないような気がして。いえ、なんとなくそう感じただけなので、気にしないでください。とにかく、まずはセンちゃんとナナナの二人と合流すること。それが先決やね。はい。
それじゃ、天国でな。新しい試練を追加しておいたぞ。準備ができたら向かうがよい。くれぐれも油断をせぬことじゃ。前に進むんだ。私が頑張らないと。森の中なんでしょうか。これだけ薄暗いと。うちこういういかにもあれが出そうな場所は苦手なんやけ。あれって何ですか。それは言われへん。やつらは噂すると寄ってくるから。幽霊とかそういう。あかんよ、ほんまに取り憑かれてまうから。勇気は？勇気はうちの敵や。一つ残さず、全部うちが殴り倒したる。幽霊。あかん言うてるやん。それ以上は正気の沙汰やないよ。土地なんや。途中でやめられたら気持ち悪いやん。心さんが面白いのでずっと続けていたいのですが。そうやね。そう。何ですか。ほら、レイちゃんがあれを呼ぶから。幽霊はこんな派手な登場しませんよ。また言うたって。お待たせだよ。みんなのナナナが帰ってきたよ。ナナナ、よかった。ナナナピチピチしてるから平気だよ。魚？違った、ピンピンしてるから大丈夫だよ。どうやらほんまにいつも通りみたいやな。別に心配してたわけちゃうけど。ナナナは心配してたよ。レイもセンも心のこともずーっと考えてたから。また会えてよかった。だから今とってもエンジョイね。そういうところも変わらへんな。まあひとまずは無事で何よりやけど。ナナナ、センさんは一緒じゃないの。センとはバラバラになってから一度も会ってないよ。勇気はいっぱい襲ってきたけどね。それやったらまずはセンちゃんを探さんと。その必要はない。センちゃん、会いたかったよ。センちゃん。私もだ。これでやっとみんなが揃いましたね。バラバラは寂しかったよ。心さんはいつまでくっついてるんですか。センちゃんが嫌がらへんからつい。ほら、センちゃんもうちの嫁やから。嫁やからじゃないです。センさんも遠慮なく切り捨てていいんですよ。それよりもこの後はどうするのだ。未来を探します。人を探すには不向きな森ですけど、センさんもナナナも一緒に来てくれますか。ナナナはレイのためならどこまでもついていくよ。ダメって言われてもね。私も行こう。それやったらまたみんな一緒やね。はい、心強いです。
きます。消えてたまるか。もう死にたくないんだ。邪魔だ。前へ。思ったより険しい森やな。勇者も強力になってるし、二人だけやったら危なかったかもしれんね。道、これで合ってるんでしょうか。必殺ナナナサーチで調べてみる？ナナナ、そんなことできるの？どうやってサーチするの？ナナナがダーって走ってキョロキョロしてダーって戻ってくるんだよ。やる？うん、やめて。絶対迷子になると思うから。しょぼんだよ。なななまた子供扱いされてる。だから頭からつま先までどう見ても子供やな。あせんちゃん、先を急ぐのではないのか。無駄話を続ける余裕があるとは思えないが。確かにそうやね。そういえばセンさん、私たちより先に森にいましたよね。それが？何か森を抜けるための手がかりはありませんでしたか？いや、何も。そうですか。前を向いて進むしかないね。それか必殺ナナナサーチ。進みましょう。できるだけ方向を見失わないように気をつけて。なんかあったん？前へ。見つけた。
ここやったら少し休めそうやね。大賛成です。もうすぐで帰宅部の体力限界を超えるところでした。休憩でええやろ、センちゃん。私が決めることではない。センちゃんも賛成ってことやね。で、休憩ついでにちょっとええかな。うち気になったことはそのままにできへん性分やから。担当直入に聞くけど、センちゃんどうしたん？何のことだ？再会してからおかしいやん。バラバラになった時何かあったん？話すようなことは何もない。それに聞きたいのはこちらもだ。私がいない間に何があった？そういえばまだ話していなかったですね。ナナナも聞いて。一つ分かったことがあります。アナムネシスは勇気の姫ではありませんでした。なぜそう思う？アナムネシスに仕えていた勇気たちがいましたよね。彼らが言っていたんです。あの気味悪いの？うん、ブルバキって名乗ってたけど、その彼らがアナムネシスではなく勇気の姫を崇めていると。他には？未来には会えませんでしたが、アナムネシスを見つけました。戦いになって、うちがアナムネシスを倒した。この手でやっと復讐ができたんや。だからアナムネシスのことは心配せんでええよ。二度とうちらの前に現れることはないから。もうあの女のことはきれいさっぱり忘れて、今は未来ちゃんの救出と勇気の姫の。ソクラテス。センさん。油断するな。これで終わりではない。先にこいつら片付けようか。ナナナ、お願いね。行くよ。限界を突破したので、そう願います。とりあえず安全も確保できたから、レイちゃんが倒れる前に休憩しようか。やったー！めくるめくキャンプファイヤー！みんな一緒でとってもエンジョイね！ファイヤーはないけどな。でも、キャンプは悪くないな。話もまだ途中やったし。それでええか、センちゃん。のんきにキャンプをする気にはなれない。私は一度現世に戻らせてもらう。せん、ノリ悪いよ。それはすまなかった。まさか遊びに来ているとは思わなくてな。ちょっとせんちゃん、あの今日の探索はここまでにして、私たちも戻りませんか？ナナナもそれでいい？うん、キャンプファイヤーは全員が揃ってないとエンジョイじゃないからね。そやな。一度戻って頭を冷やした方が。私は冷静だよ。自分でも信じられないくらいな。それは悪かったな。うちの見込み違いや。センさん、ココロさん。